今ね、夜の12時半ぐらいなんですけど外でね爆発音がもうずーっとこの1時間ぐらい鳴っててそう怖いですねもうね家中のシャッターを閉め切ってはいるんだけどそう さっきはだいぶ家の近くで音鳴っててうんしかもなんか催涙ガスみたいな匂いもしてたしでさっき道端見たらもう結構な大人数の人たちが寝るや歩いててあのバス停のガラスを叩き割ったりとか。 道にあるものを破壊しながらこう練り歩いてる人とかいてそう怖いですね。っていうのはね先日フランスのねパリの郊外のナンテールで17歳のね男の子が警察官にもたれて亡くなっちゃった事件があって、まあ、それのね暴動がパリのね郊外をはじめいろんなとこでね 起きてるんだけどそううちのねこの地区はもともとそんなにね治安がよくはないんだけどやっぱ同じぐらいのね世代の子たちが、まあ、こう日頃の鬱憤をこれ見よがしに晴らしてるっていうのもあるしまあもちろんねもともとの警察や政府に対する不信感もあるんだろうけどそうまあ 今回のね、事件をきっかけにそう、爆発してうちのねこの近所もすごいことになってる、ね、今これ夜の12時半ぐらいなんだけど明日ね朝学校に幼稚園にね子供を送りに行ったりとかするんだけど道大丈夫かな怖いなこれ一夜たった町の様子なんですけどひどくない こっちはなんかゴミ箱燃やしたりとかそうこの道をね大勢の人が練り歩いてたんですよ昨日だそこにね燃やされたゴミ箱はあるけどそう,そうこの辺はですねすごく移民の人たちが多く住んでるエリアだからパリの、ね、郊外で警察官に射殺された男の子っていうのがアルジェリア系の フランス人の男の男子っていうことでやっぱりそのいわゆるそういう,こう移民のねセンシティブな問題っていうのもあってその移民としてねフランスに住んでいる人たちのそう一部の地域では結構こう暴動化してねこんな感じで車燃えちゃってますねこっちも2台燃えちゃってるねだってさこれだってさ 別に警察車両とかじゃなくてさ近所に住んでる人の車なんだよ。ということでね家に戻ってきたわけなんですけれども、ね、子供たちを幼稚園とかねほぼさんのところに送ってでねこうちょっとうろうろしたんだけど結構ね衝撃的な映像だったと思うんだけれども、まあ、バス停がね壊されバス停のねガラスが破壊されたりとかゴミ箱が燃やされたりとか車が燃やされたりとか結構ねあの こういういね、破壊行為は単発ではねちょこちょこあったりするんですけどこう一気にまとめてっていうのはなかなかないですね。でしかもあの、さっきね見た状態でも結構ひどかったけどあれでも結局その、車が取れるようにしたりとか誰かがねある程度きれいにしてくれてあの状態だと思いますね。で、昨日のの、夜ね、結構その 爆発音みたいなこうバンバンっていう音がずっとね夜中もずっと鳴り響いてたんだけどあれは近所の人に聞いたらなんかやっぱ至近距離でもう花火を上げてたっていうことらしいんですねでその匂いが至近距離すぎてもう匂いが立ち込めてっていうことみたいですね私はね結局昨日の夜はねまあ爆音もあったし匂いとかもあってねこう閉じまりのチェックしたりとかしてたからね濃さかったんだけど。 子どもたちはね幸いにもあのちゃんとぐっすり寝てくれたからよかったなって思っていてでもねミキのほぼさんとこにねさっき行って話したら彼女は結構その道に面した住宅だからもう朝,の朝の4時ぐらいまで寝られなかったってうるさすぎてもう,もうね道にいる人たちがもう騒いじゃってもう暴動化しててもう寝られなかったって言ってましたね。 でね多分こういう状況はなんとのね中心部街中はまだそこまでじゃないと思うんだけどこの辺の地域って移民の人がすごく多く住んでるからその今回のナンテルで起きた事件でその射殺された男の子っていうのがアルジェリア系フランス人の男の子でまあその移民系の家族 だったからまあ、そういうのもあってこの辺りに住んでるその移民の人たちがそれに対してこう憤りを覚えて暴動化したっていう、ね、背景があるんですよね。でしかもその当事者が、ね、17歳の男の子っていうのもあってそれと同じ世代の人たちがそう私が昨日夜中こう道を、ね、ベランダから道を見たらもう割とそういう世代の子たちがこう暴動化してるような印象。 でしたねでも私個人の意見としてはこういうね何か警察が起こした事件とか国が起こした事件に対して憤りを覚えてそれを抗議する手段としてメモ更新をしたりだとかそういう手段で主張するなら私も賛成なんだけど結局こういう暴動化したりだとか破壊行為することっていうのは私は全然賛成できなくってっていうのはさっきね燃やされてた車もそうだけど結局あの車もその 近所に住んででる人の車なわけで結局誰のののための破壊行為なのってそれでその結局また違う人がそ,れその破壊行為によって嫌な思いをしている破壊行為によってまた傷つけられるっていう連鎖が起きてるわけだからで結局ねバス停の,そのガラス名を、ね、交換するのだって税金で賄われるわけだしそれもね市民としてまたね 税金がのしかかってくるわけでそうだからやっぱりねこの破壊行為につながる抗議っていうのは、うん、もちろんね今回の事件に対して平和的なデモをねやって抗議してる人もたくさんいるからそういう風なね抗議活動をするっていうのはすごくね大事なのかなと思います。 はいということでね今日はこんな感じのねビデオをお届けしたんですけれどもいつもとねだいぶ違う感じのビデオになってしまいましたまたね次回からはねほのぼの Vlog でこう癒しをねお届けできるようにしたいなと思うんですけれども、まあ、これもねリアルなフランス生活ということで皆さんにシェアさせていただきましたそれではねまた次回のビデオでお会いしましょうアビアントー